こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の男性におすすめのデニムブランドですね、7つご紹介してみたいなというふうに思っています。まあ、デニムというのは僕ら大人世代にはですね、欠かすことのできない定番アイテムかなというふうに思っています。ただ最近の旬なアイテムというわけではないんですけども、誰もがですね、必ず一本は持っているものなのかなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、中学校2年生ぐらいからファッションに興味を持つようになってから今に至るまでですね、必ずクローゼットの中にはデニムというアイテムがあったんですね。これは皆さんにとっても同じかなというふうに思っています。ただですね、このデニムというアイテムはかなりのブランドですとか選択肢があるので、どれを選べばいいのかわからない男性も多いのかなというふうに思っています。ということで、今回の動画ではスタイリスト目線でおすすめのブランドをですね、7つご紹介してみたいなというふうに思っています。まあ、今回の動画を見ていただければ、安いものから高いものまでどんなデニムブランドがあるのかが理解できて、その中で自分が適したものがどれなのかがですね、皆さんにも分かっていただけるかなというふうに思っています。まあ、こちらのチャンネルではメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説してますが、もう少し中級者的なアイテムの紹介だったりコーディネートの紹介に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップの方で解説をしてますので、よかったら下のリンク欄からですね、チェックをしていただきたいなというふうに思っています。それでは早速ですね、一つ目のデニムからご紹介したいなと思うんですが、これはですね、動画の中で何度も語っているのでさらりとお伝えしたいなと思うんですが、一番リーズナブルで僕たちが買いやすいデニムといったらユニクロのデニムで、まず間違いがないかなというふうに思っています。まあ、価格はだいたい4000円前後というところで、このぐらいの価格帯の中でデニムを選ぶのであれば、もうユニクロ一択で間違いがないかなというふうに思っています。シルエットの選択肢だとかサイズの選択肢も広いですし、色の濃淡の表現も決して安っぽいことはなくて、非常に使いやすいのがユニクロのデニムかなというふうに思っています。僕自身もユニクロのデニムは愛用していまして、ブルージーンズも持ってますし、あとはブラックジーンズですとかホワイトジーンズのような単色のものもですね、非常にバランスがいいので、特にこの後者のブラックジーンズとホワイトジーンズにおいては、僕はユニクロで十分なのかなというふうに思っています。そして何といっても履き心地もいいですよね。ストレッチもガンガン効いているので、気軽に履きやすいというところで、ユニクロのデニムというのはですね、多くの人に愛されているのかなというふうに思っています。まあ、中でも体型によってどれを選ぶのかは変わってくるかなと思うんですが、痩せ型の方はですね、スキニーフィットでいいかなと思いますし、普通体型からぽっちゃり体型の方はスリムフィットで間違いがないかなと思うので、まあ、4000円から5000円前後の中でデニムを選ぶのであれば、最安値、これはですね、間違いなくユニクロなので、ここ一択で皆さんもですね、選んでいただきたいなというふうに思っています。はい、続いて2点目のブランドなんですが、これはリーバイスですね。まあ、リーバイスといえばデニムの起源と呼ばれているようなブランドかなと思うんですが、こういった大手のですね、デニム専門ブランドの中では、リーバイス、エドウィン、リー、ラングラー、このあたりが有名かなと思うんですが、この4つの中でしたら、僕は個人的にはですね、やっぱりリーバイスが王道で良いかなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、リーバイスのデニムというのはこれまでに何回も買ってきたんですね。そもそも僕がファッションに興味を持った中学2年生の時、一番最初に買ったファッションアイテムというのはリーバイスの501だったんですね。それもですね、古着屋さんで買ったヴィンテージのものだったんですね。リーバイスの中でも501といったらもう王道で、これがですね、一番のスタンダードかなと思っています。まあ、皆さんもですね、こちらの501は経験したことがある方もいらっしゃるかなと思うんですが、もちろんですね、この形もいいかなと思うんですが、まあ、シルエットとしてはベーシックで、そこまでですね、メリハリの効いたものではないので、もう少しですね、大人の男性が履くのであれば細身の方がですね、バランスがいいかなというふうに思っています。例えばリーバイスの511というシリーズがあるんですが、こちらはですね、適度に細身なので大人の男性にも似合いやすいのかなというふうに思っています。スリムフィットでテーパードが効いているので、スタイルもよく見えやすいですし、こういったものを選んだ方が僕ら世代にはですね、似合いやすいかなというふうに思っています。そして痩せ型の方は510というような、まあ、スキニーフィットのモデルもあるんですね。リーバイスのジーンズというとやっぱりですね、501のイメージがあるので、そこまで細いものがないんじゃないかなというイメージが僕の中ではあったんですが、511というのはかなり細身でシルエットも綺麗なものになってますので、ぜひですね、リーバイスでデニムを買うときには511か510、ここをですね、比較しながら検討してみるのがいいかなと思っています。まあ、値段もですね、ユニクロに比べると高いんですけども、だいたい1万円から1万5000円前後ぐらいで、そこまで高すぎないというところが手に取りやすいポイントなのかなというふうに思っています。まさに王道のど真ん中のデニムが欲しいという場合はですね、リーバイスという選択肢もぜひですね、皆さんに加えていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目にご紹介するブランドはレッドカードになります。
これはですね、動画の中でもたびたび出てくる名前かなと思うんですが、今回ご紹介する中で一押しはまさにレッドカードかなというふうに思っています。レッドカードというのは一番バランスが取れていると僕は思っていまして、まずはシルエットがすごく綺麗なんですね。どちらかというと細身で足の形を綺麗に見せてくれるような、そういったシルエットなんですけども、大人の男性のスタイルをよく見せてくれるので、レッドカードのデニムというのはすごくバランスがいいかなというふうに思っています。そして中でも特徴的なのは色落ち加工がめちゃくちゃ綺麗だというところですね。ジーンズというのは色落ちのしてない状態から自分で育てていくという楽しみ方もあるんですが、最近のデニムというのは最初からですね、色落ち加工、ユーズド加工されているものが結構オーソドックスかなというふうに思っています。この色落ち加工の丁寧さというところで値段の差というところがやっぱり出てくるのかなというふうに思っています。ユニクロのデニムもすごく精巧にはできてはいるんですが、やっぱりレッドカードのように手作業で色落ち加工しているものと比べるとやっぱり差が出てくるのかなというふうに思っています。通な人が見ても満足度の高いですね、色落ち加工というのを丁寧に施されていて、なおかつ価格帯もですね、そこまで高すぎないのも僕は一つのポイントかなというふうに思っています。今日これからご紹介するデニムの中には3万円を超えるものもあったりするんですね。いわゆる高級デニムという世界なんですが、この中では比較的入り口にあって、そこまで高すぎないのがレッドカードというデニムなんですね。ですのでちょっと頑張ればなんとか買えるというところで、レッドカードというところは多くの男性にですねおすすめしたいデニムブランドなのかなというふうに思っています。僕自身もこれまでですねレッドカードのデニムは2本買ってきたんですが、以前のレッドカードというと結構硬派でストレッチの効いてないものも多かったんですが、最近のレッドカードのデニムはストレッチもちゃんと効いてるので、履き心地という点でもちゃんとアップデートされているので、ぜひ皆さんにもですね手に取っていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて4点目にご紹介したのはアーペー製のデニムになりますね。このブランドというのはデニム専門のブランドではなくてアパレルブランドになってるんですね。まあアーペー製といえば結構ベーシックで使いやすいデザインの服が多くて、まあ、ファッション好きの間でもですね定評のあるブランドではあるんですが、このアーペー製が作るデニムというのもすごくファンが多いデニムになっていまして、ぜひ皆さんにもですねチェックをしていただきたいなというふうに思っています。アーペー製のデニムというのはめちゃくちゃオーソドックスですね。基本的にデニムというのはですねお尻にポケットがあるんですが、そこにブランド特有のステッチが施されているんですね。ですのでそのステッチを見れば、あ、これはリーバイスだなとかエドウィンだなとか、そういったブランドが特定できたりするんですが、アーペー製のデニムというのはかなりベーシックで、パッと見ではブランドが特定できないようなものすごくシンプルなデザインになっています。その分ですね素材感にもこだわっていまして、なんといってもアーペー製のデニムで特徴的なのは色落ちの綺麗さなんですね。僕自身もアーペー製のデニムは所有していたことがあるんですが、このデニムを買うときにはですね色落ちのしてないものを買って、そこから徐々に育てていくのを楽しむというのが一番のおすすめかなというふうに思っています。まあ、最初はですね正直めちゃくちゃ硬いんですね。ストレッチが効いていなくてバリ硬なんですが、それをですねガンガン履き続けると少しずつ生地が柔らかくなってきて、自分の足にもですねフィットしてくるんですね。そして少しずつ色落ちをしてきて濃淡が綺麗に出てくるんですね。この表情がアーペー製のデニムの一番の特徴なんですね。ですので結構ファッション好きの方の間でもアーペー製のデニムというのは定評がありまして、少しずつ自分好みの色に変わっていく経年変化というところを楽しめるのがまさにアーペー製のデニムなのかなというふうに思っています。正直ですね万人受けするようなデニムではないかなと思います。ファッションが好きで物を育てる喜びというものを実感できる方であれば、アーペー製のデニムはですねぜひ一度体験していただきたいなというふうに思っています。はい、続いて5点目にご紹介するのはヤヌークというブランドですね。これは LA のデニムブランドなんですが、まあ、綺麗めのデニムというよりは少しですねカジュアル感のあるようなデニムになってるんですが、このブランドのデニムの特徴としたら圧倒的な履き心地の良さなんですね。シルエットは非常に細身で綺麗めなんですけども、めちゃくちゃストレッチが効いてるんですね。今回ご紹介する中では一番履きやすいのは間違いなくヤヌークだと思います。僕自身は買ったことはないんですが、日々のスタイリングの中でよくヤヌークをですねご提案させていただくんですが、まあ、とにかく履き心地がいいんですね。まあ、デニムというと従来のものはですね結構硬くて履き心地があまり良くないイメージがあるかなと思うんですが、ヤヌークのデニムに関しては全くそういったイメージがなくて、とにかく履き心地がいいんですね。ぜひこれは皆さんに体験をしていただきたいなと思うんですが、
履き心地が良くてシルエットも綺麗で、なおかつですね、色落ちの加工もすごくいいし、日本製のデニムを使用しているので、そういった品質においてもですね、間違いのない選択かなというふうに思っています。まあ値段は決して安くはなくて2万円台ではあるんですが、大人のデニムというのはせいぜい 1,2 本あれば十分かなと思うので、気に入ったものをそれなりに長く着てほしいかなと思うので、ぜひヤヌークのデニムというのもですね、選択肢の一つに加えていただければなというふうに思っています。はい、続いて6点目は PT トリノのデニムになります。まあ、PT というのはイタリアのボトムス専門ブランドで、僕自身も結構このブランドは好きで、主にですねスラックス系が強いんですね。僕もグレーのスラックスですとかネイビーのスラックスですとか、そういったベーシックなボトムスを PT で揃えることが多いんですね。まあ、ボトムスの専門ブランドなので、いかに足が綺麗に見えるのかというところを徹底的に研究しているのがこのブランドなんですね。その PT が作るデニムというのもやっぱりですねシルエットが綺麗なんですね。主に大人の男性が綺麗にデニムを履くのであれば、 PT のデニムは外すことができないかなというふうに思っています。シルエットも綺麗ですし、色落ちの加工もヤヌークだとかレッドカードに比べるとちょっと上品さの漂うような雰囲気になってるんですね。ですので大人の男性がちょっと綺麗めにデニムを履くのであれば、 PT というところは外すことができないのかなというふうに思っています。ただここら辺になるとやっぱり金額が高いんですね。3万円を超えてくるので気軽に買いづらいかなとは思うんですが、ぜひこちらもですね頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。 PT のデニムはなかなか見つけるのが難しいかなと思うんですが、セレクトショップのバーニーズニューヨークだとかエストネーションなんかで取り扱いがあるので、よかったらチェックをしていただきたいなというふうに思っています。はい、そしてラスト7点目がヤコブ・コーエンというブランドですね。このブランドはですね、近年どんどん値段が高くなっていまして、以前はちょっと背伸びをすれば買える程度だったんですが、まあ、最近はですね、本当にプレミアムな価格になってきまして、なかなかですね、気軽には買いにくいんですが、大人のデニムブランドとしては欠かすことができない一本なのかなというふうに思っています。まあ、ヤコブ・コーエンというのはイタリアのブランドなんですが、コンセプトとしてジャケットに合うようなすごく綺麗めなデニムに仕上がってるんですね。俗にテーラードジーンズと呼ばれているんですけども、イタリアの立体裁断ですとか、あとはテーラード技術を使いながら丁寧に仕上げられているのがヤコブ・コーエンのデニムなんですね。ですので先ほどにも触れた通り、ジャケットとデニムというコーディネートの時にものすごくハマりがいいんですね。本来カジュアルなデニムをですね、ビジネスカジュアルにも落とし込むことができるようなデニムがヤコブ・コーエンの特徴なのかなというふうに思っています。僕自身もですね、ヤコブのデニムは今からですね3年ぐらい前までにめちゃくちゃ履いていたんですね。まだ当時はですね3万円台後半だったと思うんですが、頑張って買ったものを4年ぐらいですねめちゃくちゃ履き倒したんですね。まあ、確かにシルエットも綺麗ですし、ストレッチも効いていますし、なおかつジャケットとの相性がいいので、僕はですね、めちゃくちゃ気に入ってヤコブのジーンズを履き倒しましたね。正直新しいものを買いたいんですが、今は4万円を超える価格がまずはスタートラインぐらいで本当に高くなってしまったので、なかなか気軽には買いにくいんですが、大人が履くべきデニムの最高峰のブランドとして、ぜひ皆さんもですね、頭の片隅に置いていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人の男性におすすめしたい7つのデニムをですね皆さんにご紹介させていただきました。まあ、世の中にはですねデニムブランドはものすごくたくさんあるんですが、僕自身もいろんなものを見てきた中でこの7つのブランドを押さえておけばかなりですねご自身に合う1本を選びやすいのかなというふうに思っています。まあ、先ほどもちょっと触れましたが、デニムというのはメンズファッションにおけるマスターピース的な存在で、本当にですね1本あれば十分なのかなと思うんですね。そんなにたくさんのジーンズを持っていてもそんなにですね履き分けることはできないかなと思うので、バリエーションを揃えるのであれば自分にとってテンションが上がるような1本を選ぶのもまず間違いがないのかなというふうに思っています。僕自身は気軽に履けるようなユニクロのジーンズを1本持ちながらも、少しですね気分の上がるようなデニムというものを所有をしています。最近僕がよく履いてるのはレッドカードのものなんですが、それが皆さんにとってはヤヌークだったり、もしくは PT だったり、頑張ってヤコブ・コーエンだったり、そのあたりは皆さんの気に入ったものをですねチョイスをしていただきたいなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。